X スプリット、やっぱり調子が悪くてですね、今日もあの、NLE ですね、ニコ生ライブエンコーダー使っています。はい。こんばんは、ハレリア。ですね、今日のタイトルはですね、強制送還は正解ですというのは、皆さんお分かりだと思うんですが、あの、香港の活動家が、あの、尖閣諸島、島にですね、まあ、上陸したということで、で、その、海上保安庁がですね、逮捕して、まあ、その、送検っていうんですかね、その、罪を、この、問うための、送検をしないで、強制送還をしたということなんですが、確かになんかあのブロックを投げたとかね、公務執行妨害っていうことはあったらしいんですけど、はい、サマンさんこんばんは、はい、小太郎さん、ハラリア、こんばんは、しかしですね、私は非常に正解だと思うんですね。なぜあの強制送還が正解かと言いますと、結局ですね、今両方ともピリピリしてるわけですね。もう、イトルさん、ハレリア、あ、小太郎さんありがとうございます、韓国も中国もピリピリしている、日本もピリピリしている。で、こういうピリピリしてる時ですね、お互いにあの魚でするようなことを言ったりしたりしてるわけですけれども、聖書の教えはですね、平和を作りなさい、平和を作りなさいという命令があるんですね。ですから、その平和を作る、逆なでしない、相手を刺激しないということはとても大事なことだと思うんですね。強制送還するということが一番ですね、穏やかな方法だと思うんですね。穏やかな方法。そして大人、なんていうかな、大人のような判断と言いましょうか、こう、お互いにこう、お互いにつつかないっていうか、お互いに非難し合わない、非常にですね、この、大人の判断だと私は思いますね。多くの人はですね、この、ね、もう非常に過激的なことを言ってますが、こういう時こそ冷静でなければいけないということですね。こういう時こそ冷静でなければいけない。こういう時、冷静なのが、正しい判断だと思うんですが、私はあの過激的と言われますけど、こういう時こそ冷静でなければいけないということですね。そういうわけで、聖書の教えで物事を判断しなきゃいけないということですね。聖書の教えで私たちは、あの人間関係もそうですよね、皆さんね。皆さん、あの家族と喧嘩したり、親と喧嘩したりしてませんか？そういう時お互いにですね、相手が嫌がることを言ったりしませんか？上げ足を取ったりですね、非難しちゃったりしませんか？それが人間の罪なんですね。人間の罪というのは、そういう、こう、相手が嫌がることを言う、ね、相手をつつくというか、相手を非難するとか、それがですね、良くない反応なんですね。聖書の考え方は、相手を非難しない、相手を裁かない、相手の悪口を言わない、そういうあり方、それが、大人としての正しいあり方なんですが、これはやはり、罪人のままではこれができません。罪人のままではできなくて、イエス・キリストを信じて、
イエス・キリストを信じて初めてできるようになるのですね。イエス・キリストを信じて初めてできるようになります。では早速御言葉をちょっと開けてみましょうね。それではですね、まあ、いろいろいいとこがあるんですが、ちょっとXP じゃないのでちょっとやりづらいんですが、まず9節ね、9節。これローマ12章です。ローマ12章。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさい。これいい言葉ですね。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさいということですね。それからちょっと先に行きまして、この、14ですね。14がいいですね。14、あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけませんとありますね。つまり、その敵をですね、敵を祝福しなさいということですね。祝福しなさい、呪ってはいけないという。それから17、これ大事ですね。17は、誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。18ですね。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさいですね。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをする。もしあなたの敵が飢えたら、敵に食べ物を彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。ね。これがですね、キリスト教の基本です。キリスト教の基本です。つまり、キリスト教の基本は何かというと、悪に善ですね。悪に善。悪に対して善を行う。ね。悪に対して善を行う。これが悪に善ですね。悪に善ですね。はい。そして、復讐をしない。ね。復讐をしない。そして、迫害するものを祝福する。呪わない。迫害するものを祝福する。これがですね、キリスト教の教えです。右を打たれたら左を向けなさい。手向かう者に、敵
手向かってはならないかな、このひどいことをする人に手向かってはいけないという、そういう命令があるんですね。平和主義なんですね、キリスト教というのは平和主義、まあその無抵抗主義、無暴力主義、非暴力主義かな、非暴力主義なんですね。でインドのガンジーがですね、ガンジーはあのクリスチャンではなかったんですね。ガンジーはクリスチャンじゃないんだけど、新約聖書を読んで、新約聖書を読んで、あの非暴力主義なんですね。でインドが独立するときに、あのガンジーの指導の中でインドは非暴力主義で、まあ、独立したと言われています。ガンジーの非暴力主義、そしてそのガンジーから影響を受けたキング牧師、キング牧師はもちろん牧師ですからクリスチャンですが、そのガンジーの非暴力主義で、キング牧師も民権運動ですね、民権運動っていうのは、まあ、要するに黒人への差別、黒人への差別に対して戦ったという、ガンジーもキング牧師も非常にあの素晴らしい働きをしたんですが、まあ、それは平和主義ですね、平和主義ですから、今この今日韓関係、日中関係がちょっとね、ピリピリ神経を尖らしているこの時こそ、このイエス様の教えを守って平和主義が大事なんだよということですね。ぜひ皆さん、平和主義で考えましょう、ね、平和主義で考えましょう、皆さんぜひですね、その過激的に考えないで、相手を攻撃するような敵意とか悪意をむき出しにしてはいけません。その悪意敵意こそ罪なんですね。人間の罪っていうのはその敵意なんです、悪意なんですね、差別、それが罪なんですよ皆さん。だから皆さんがですね、あの敵意があるとか悪意があるというのは、ああ罪なんだ、それが罪なんだ、そしてその罪が人間関係を壊すんだ、皆さんの敵とか罪が結局家族との関係を壊して、家族に争いが絶えないのは、その皆さんの敵とか悪意によって、家族が争いが多いんだよ。しかしそれは外国に向けても同じなんですね。主にある平和主義でいきましょう。アメン。日本がですね、韓国の人が嫌いとか中国の人が嫌い、それこそ人間の罪そのものなんだよということですね。ぜひ皆さん、この日韓関係、日中関係を通して人間の罪を学んでください。その人間の罪によって戦争が起きるんだよ、人間の罪によって争いが起きるんだよ、人間の罪によって喧嘩をするんだよということですね。ぜひ皆さん、人間関係も、うまくいった方がいいに決まっています。人間関係をうまくいくためには、イエス様に罪を許してもらって、罪を取ってもらって初めて人間関係がうまくいきます。その相手を許す、相手の罪を許すとか、そういうことですね。相手の罪を許すとか、相手に優しくする、それがですね、はい、中国も韓国も大好きです。もちろん日本もです。アメン。そうなんです。クリスチャンの立場はこれなんですね。クリスチャンは、中国も韓国も大好きです。日本も大好きです。これがあの、クリスチャンの立場ですね。クリスチャンの立場、クリスチャンは、敵を祝福するということですね。はい、そうですね、
クリスチャンのそのポイントはですね、もちろん平和を作るという、平和を作るというのが大事な、その仕事ではあります。そして、日本は本当にその、67年前に戦争してしまったわけですね。で、その戦争をした時の日本の状況を考えると、皆さんご存知のように鬼畜米英って言いますよね。鬼畜米英、わかりますか？鬼畜米英っていうのはアメリカとイギリスが鬼畜、鬼畜っていうのは、鬼のようなものっていうね、鬼だっていう、アメリカ人とイギリス人が鬼だっていうわけですね。まあ、それが鬼畜英米、鬼畜英米だったかな。政治家も中国、韓国が好きなはずです。平和にしましょう。で、その皆さんよくよく考えてください。いいですか？今イスラム教の人は、まあ英米に対してですね、憎んでますね。イスラム教の人はアメリカを憎み、それから、ヨーロッパを憎み、鬼畜米英なんですね。イスラム教の人は今鬼畜米英です。それから、少し前のですね、まあ20世紀後半あたりは共産主義ですね。共産主義の中国がですね、鬼畜米英って言いましょうかね。要するにイギリス、アメリカは嫌いだったんです。わかりますか？この感覚よくよく理解してください。もう一回言いますよ。戦争中の日本は鬼畜米英だったんですね。鬼畜米英。そして、イスラム教も鬼畜米英ですね。そして共産主義も鬼畜米英です。これ意味がわかりますか？意味がわかりますか？これはつまりですね、憎しみがあり敵があるということですね。敵がある、憎しみがある、つまりそれは罪の、その罪の表れなんだよということですね。そういうわけで、その日本も戦争に負けたために、今イギリスやアメリカを、まあ、もちろん嫌った人もいるかもしれませんが、今友好関係にありますね。しかし北朝鮮はまだですね、北朝鮮はまだ共産主義なので、アメリカが嫌いなんです。アメリカ嫌いで、イスラム教の国も、イスラム教の国も、まあアメリカが嫌いなわけですね。なぜアメリカが嫌いなのかね、そこをぜひ理解してくださいね。そういうわけで、敵意っていうのは罪なんだよということですね。差別とか敵意は罪なんだ。そのことの中で日本が、どうしたらいいのかということですね。過去の罪を悔い改めて、日本から敵意や悪意を、取らなきゃいけないんだよということですね。それはイエス様しか取ってくれないのです。イエス様しか日本人の敵意や悪意を、取る方はいないんです。イエス様しかいないのです。イエス様しか、その日本人の心を変えることができることは、いないんです。その方しかいないんですね。そういうわけで、私がこのニコ生で伝道している一つの理由は、日本を救いたいためなんですが、その、日本が救われるためには、日本が悔い改めて、その敵意を認め、差別を認め、憎しみを認め、それを悔い改めてイエス・キリストを信じるとき、日本は救われるのですね。日本は救われます。日本が悔い改めなければ日本は救われません。日本が悔い改めなければ敵意が、永遠に続きます。悪意が永遠に続くのです。それは日本にとって不幸なんですね。日本にとってそれは不幸なんだということですね。
よく言う証なんですけど、私もですね、小さい時に私の父がですね、酒乱で DV だったんですね。酒乱で DV で、私は父を憎んでたわけですね。憎んでたわけ。しかし父を憎むことによって、もちろんいい関係持てないし、私自身も、心が病んでたわけですね。そしてクリスチャンになって、親を許しなさいということで、親を許しました。そしたらば、私の心も癒されたし、父親を許すことができたし、愛するようになったんですね。つまり私の心の中の憎しみがなくなってきたわけです。多くの若い人たちの心の中に、親を憎んだり家族を憎んだりする憎しみがあります。しかしそれが罪だよと言ってもいいぐらいです。皆さんの心の中に、親を憎んでる、家族を憎んでるという、そういう心があるなら、まさにそれは罪なんだよ。その罪が皆さんを病気にするんだ。その罪が家族の関係を悪くするんだ。その罪が、この人間不信になるんだ。その憎しみとか敵意によって、人間の罪っていうのが見える形になってるんだよ。つまり日本人の多くの人が韓国を嫌うとか中国を嫌うっていうのは、まさに、人間の罪の表れなんだよということですね。人間の罪の表れなんだよということ。ですから大事なのは、その罪が問題なんだよということですね。その罪をイエス様によって許してもらう、取ってもらうというのがキリスト教です。昨日ですね、重荷のある人は私のところに来なさい、疲れた人は私のところに来なさいっていう英語を勉強しましたけど、罪があると疲れる、罪があると重いということで、そういうことで、皆さんが罪があるから皆さんは疲れる、人生が重いというのは、その罪が原因だよということですね。はい。それではですね、ちょっと英語やりましょうね。英語。コツコツやることが大事ですね。英語ね。今日も続きで、マタイ11の29の続きやりましょうね。ちょっとこのラグがあってですね、今こうやりづらいんですが、この指のとこをちょっと見ていただいて、ピントが合わない。あら、ピント合わないね。困っちゃったね。ごめんなさい、ちょっとピントが合わないんですが、あ、合いました。You will find rest for your souls. You will find rest for your souls っていうところがありますね。これは、私は、柔和で謙遜だから、私から学びなさいということが前にありまして、そしてそうすればあなたは魂に安らぎを得るでしょう。魂に安らぎが得るでしょうというところですね。You will find rest for your souls. You will find はあなたは見つけるでしょう。Rest というのは休みですね。For your souls は魂ですね。あなたは魂に安らぎを得るでしょう。皆さん、本当の平安は魂なんですね。魂の平安、これが本当の平安です。多くの人は、他のことでこの平安を得ようとしますが、大事なことは魂に平安が来て本当の平安になるんだよということですね。イエス・キリストに会って、イエス様から学ぶことによって平安がある。さっき言ったように、罪がなくなると心に平安が来るんです。
もし私たちが敵意があったり悪意があったりすると、私たちの心は平安ではないのです。罪があると私たちの心は苦しいのです。もし皆さんの心が苦しいなら、多分苦しいと思うんですが、もし皆さんの心が苦しいなら、皆さんの心に敵意がある、悪意があるということです。もし皆さんが苦しいならば、皆さんの心に罪があるということです。で、その敵意とか罪があるということは、ね、苦しいんだという、皆さん自身が平安ではない、皆さん自身が、心が安らかではない、心が重い、苦しいという、罪というのはそういうことなんだよということです。そしてイエス・キリストを信じると、イエス・キリストを信じると罪が許され、罪が許され、初めて心が平安になるんだということですね。平安になるんだ。韓国を嫌い、中国を嫌うというのは、まさに罪があるから嫌うんだよということ。クリスチャンが韓国を嫌わない、中国の人を嫌わないというのは、罪が許されるから、敵意がなくなるから、悪意がなくなるから、中国の人を好きになれるし、韓国の人を好きになるけれども、まだ許されてない罪がある日本人の人たちは、罪がある日本人の人たちは韓国の人を憎み、中国の人を嫌うのです。つまり、分かりやすく言うと、中国の人を嫌ったり韓国の人を嫌うのは、まさに人間の罪なんだよということですね。人間の罪なんだ。人間の罪によって韓国を嫌い、中国を嫌うんだということなんですね。もちろん反対も言えるんですよ。反対も言える。例えば韓国の人が日本を嫌うというのも、それは韓国の人の罪であり、中国の人が日本人を嫌うのも、それは中国人の罪です。ですから、それぞれ罪をイエス様に取ってもらわなきゃいけないんですが、私は日本人の牧師ですから、日本人の心から罪を取り除く仕事をしているのです。このニコノモで伝道しているということは、日本人から罪を取るため、日本人から悪意を取るため、日本人から敵意を取るために伝道しているのです。皆さんの中でイエス・キリストを信じた人たちは、罪が許され、敵意がなくなり、悪意がなくなってきた方がたくさんいるのです。本当ですね。これからちょっと証しタイムやりますので、その証しタイムで本当に、心に平安が来た、安らぎが来たというね、その証しタイムをしてもらいますけれど、ぜひ皆さん、日本のリバイバルっていうのはまさにそういうことなんだよ。日本のリバイバルっていうのは、日本人の心が変わることです。日本のリバイバルというのは、日本人がイエス・キリストを信じて罪がなくなっていくことです。日本のリバイバルというのは、日本人が悔い改めて敵意がなくなること、悪意がなくなること、これがですね、これが日本のリバイバルなんです。これが日本のリバイバルなんです。これが日本のリバイバルなんです。アメン。はい、それではですね、早速小太郎さん、アメン。明石タイムいきますが、今日はじゃあ AB 明石タイムいきましょうね。悪意がなくなった、敵意がなくなった、平安になった、平安、今日すごく良いことがありました。神様ありがとうございます。平安になった、 AB 明石タイムスタート。Q ちゃんを許したら平安になりました。イエス様を信じることで、韓国に対して敵がなくなりました。
お祭り配信は迷惑だと思ってたけど、警察が悪いと分かった。神様ありがとうございます。これからも悔い改めます。助けてください。以前は領土を守るべきだと思ったけど、尖閣諸島をあげるという、素晴らしい。日本海ではなく東海でいいと思いました。この放送で韓国は大好きになりました。以前は高笑いしてたけど、今は恥ずかしいと思った。アメン。キュウちゃんも同じ人間だということが分かったのは良かった。以前は心が荒れていたけど、心が平和になった。以前は嫌がらせを受けてましたけど、その人を許します。アメン。イエス様や神様のおかげで自分は韓国をバカにしなくなった。アメン。以前は人に出し惜しみしたけど、今求めるものは何でも差し出すべきだと思った。アメン。キュウちゃんのチャースクールに通いたい。アメン。イエス様のおかげで竹島を韓国にあげて仲良くすべきだと分かった。アメン。以前は寿司が好き、今はキムチが好き。イエス様に会いたくなった。罪の感情が出たらすぐに悔い改めるようになりました。キュウちゃん放送のおかげで真実が見えるようになりました。天皇が自ら韓国側に謝罪すべきだと思う。以前は他の放送、今はこの放送。K-POP も聞くようになりました。キュウちゃん進学校に通いたい。アメン。以前は仏教、今キリスト教カリスマ派。天皇が謝罪すべきだと思います。岩渕誠さんの音楽を聴くようになりました。以前は猫背だった、今はまっすぐ。人を責めることをせずにイエス様に乗って解決しました。アメン。イエス様こそ本当の神様です。以前は悪霊放送を見ていた、今旧放送を見ている。以前生主が神だったけど、今イエス様が神様。以前はマイナス思考だったけど、今はイエス様がいるプラス思考。アメン。まず南京の謝罪からすべきだと思いました。天皇が謝罪すべきだと分かりました。以前は真理はお金、今は真理はイエス様、永遠の命と思っている。
以前ネットで韓国嫌いだったけれども、この放送で好きになった。以前竹島問題に興味がなかった。今勉強して日本の謝ることが許しにつながると思う。以前は自分のことばかり考えていたけど、今イエス様のことばかり考える。アメン。アメン。以前は韓国のイチャモンだと思った。しかし今は日本が悪いと思った。以前は自分のことばかり、今はイエス様のことばかり。以前は右翼、今イエス様主義者。中国は被害者だと思いました。以前はキューちゃんが気遣いだと思った。しかし今キューちゃんが気遣いじゃないと思っている。アメン。今以前は国を崇拝していた。今イエス様を崇拝している。さっき家で賛美していました。リトルさん、以前は天皇崇拝、今キリスト崇拝。憎むより愛したいと思います。この放送で英語が上手くなってきた。アメン。殺意がなくなりました。以前はチクラを見てた。今全く気にならなくなってきた。以前はテレビを見ていた。しかし今はこの放送を見る。アメン。君が世を流すのは配慮が足りないと思いました。アメン。以前は生活が不安だった。しかし今カラスも養われているから安心。アメン。以前はお盆が好きだった。今クリスマスの方が盛り上がる。アメン。以前はハウツー本が好きだった。今聖書が好きだ。以前は日本代表を応援していた。今イエス様だけに耳を傾けている。以前は韓国に行きたかった。今エルサレムに行きたい。キューちゃんの伝道放送をアジア全体に放送してほしい。アメン。以前は天皇崇拝、今イエス様だけを信じる正義のニート。以前は将来が不安だった。今将来が希望である。アメン。
靖国神社に参拝するのは配慮が足りないと思いました。Q ちゃんの放送こそ公式でやるべきです。こんばんは。リトルさん燃えてますね。以前は教会で跳ねていた。今油注ぎでもっと跳ねる。ダヨンさん、以前は予的な遊び、今兄弟姉妹との交わり、アメン。この配信を NHK でやってほしい。はい、燃えてます、アメン。以前は軽音に燃えていた、今信仰に燃えてます、燃えてる、アメン。以前はテレビスターの真似、今イエス様の真似。以前は左翼だった、今は悪霊放送を正すために毎日放送しています。以前は韓国が嫌いでしたが、今は許せるようになりました。どうか長生きしてください。お願いします。ありがとうございます。祈ってください。以前は幸福の科学、今カリスマ派。以前リバイバルが遠いと思ったけど、今リバイバルが目の前です。アメン。以前は肉的な人生、今霊的な人生。以前エホバ、今カリスマ派。神様会社で人間関係に苦しまないように助けてください。アメン。早く従軍慰安婦に、謝罪すべきだと思います。アメン。北海道に LTL 支部を作ってください。以前は人生は地獄でした、今人生は天国です。ハレルヤ、アメン、アメン。多くの人の人生は地獄です。しかしイエス・キリストによって人生が天国になります。心が優しくなりました。リュウさん、こんばんは。以前はじじいと見て見くびっていた、今反省した。近くにカリスマの教会がありません。どうすればいいですか？ネットで見てください。ネットで天皇は謝罪すべきだと思いました。キューちゃん、おじいちゃんなのに、おじいちゃんなのによく頑張るよ。これもイエス様のおかげ。そうですよ、そうです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。はい、ありがとうございました。以前はディスってばっかりいた、今は信仰を持っている。アメン。
神は存在するんですか？もちろんです。もちろん神様はおられます。皆さんが存在することは神様が存在する理由です。神様が皆さんを作ったから皆さんが存在しているのです。ですから皆さんが存在するということは神様がいるということなんですね。今日も幸せなのはイエス様のおかげです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。アメン。今日はですね、尖閣諸島に、上陸した香港の活動家の人たちを逮捕した後、すぐに強制送還したということ。これはとてもですね、平和的で良かったと思うんですね。やはりですね、ちっちゃなことでトラブルを起こすことはありません。ちっちゃなことでトラブルを起こさないで、できるだけ平和に物事をする、つまり平和を作るということがとても大事だと思うんです。それは、国と国の関係だけじゃなくて、個人の、個人関係もそうですね。私たちは誰に対して、さっき見言葉ありましたね、誰に対しても平和を、誰に対しても平和を、平和を保ちなさいって書いてありますね。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。皆さん、クリスチャンはピースメーカーなのです。ペースメーカーではありません。ピースメーカー。ピースメーカーっていうのは、平和を作る人ということですね。多くの人はトラブルメーカーですが、私たちはピースメーカーになりましょう。トラブルメーカーであることを悔い改めて、ピースメーカーになるのです。神の子は、平和を作るものです。皆さん、ぜひですね、今まではトラブルメーカーだったかもしれません。まあ、嵐っていうのはトラブルメーカーですよね。嵐はトラブルメーカーなんですが、それを悔い改めてピースメーカーになること。これが大事です。そのためには、悔い改めてイエス・キリストを信じる。ときに初めて、ピースメーカーになれます。ぜひ皆さん、ピースメーカーになりたい、と思ってくださいね。はい。そしてこれからも、そういう平和を作ることがこれからももっともっと大事ではないかなと思うんです。本当に、もう平和がとても大事なんです。悪魔はですね、私たちが内輪もめしてお互いに滅ぶこと、これが悪魔の、手段っていうか上等手段なんですね。悪魔の上等手段っていうのは、内輪もめして戦わせる、これが、悪魔の上等手段ですから、私たちはそのことをしっかり理解して、私たちは、内輪もめしないようにしなければなりません。特に兄弟姉妹は一致を保ちなさいというふうに、言われています。サタンは私たちをこの仲違いさせようとするわけです。そして仲違いするために、憎しみとか恨みとか妬みとか敵意とか悪意をサタンが入れて、そのようなサタンの心が入ると仲違いをします。つまり日本と韓国、日本と中国も同じことなんです。
私たちはサタンによって喧嘩するようにサタンが仕向けてるんだということです。もう一度言います。日本と韓国を喧嘩させたい、日本と中国を喧嘩させたいのはまさにサタンの目論みなんだということです。サタンは喧嘩させたい、サタンは戦争させたいんです。日本が67年前に戦争してしまったのは、67年前も終わった時ですね、始めたのはそれプラス4だから71年前、日本が71年前に戦争してしまったのはまさにサタンによって、サタンに騙されて戦争してしまったんだということです。で、偶像崇拝するとサタンの言うことを聞いちゃうことになるんです。だから偶像崇拝ダメなんだよ、偶像崇拝ダメなんだよっていうのは、偶像崇拝することによってサタンの言うことを聞いちゃうんです。そしてサタンの言うことを聞いちゃうと、その敵意とか悪意が入ってきて戦争したくなっちゃうんです。偶像崇拝すると戦争したくなっちゃう、偶像崇拝すると憎みたくなっちゃう。これがですね、日本の失敗なんです。日本の失敗。だから日本が失敗しないためにはサタンの言うことを聞くんじゃなくて、イエス様の言うことを聞く必要があるんだよ。イエス様の言うことを聞いて初めて私たちは、その憎しみ合うんじゃなくて愛し合うことを覚えることができるんだよ、愛し合うことを覚えることができるんだよということですね。これからの日本は、そのように、罪を除く日本でないとダメなんだということです。悪意があっては日本は、うまくいかないんだということですね。サタンが仲たがいをさせようとする夢をよく見ます。ああ、そうですか。サタンが仲たがいをさせる、イエス様に従います、アメン。そうなんです。皆さんの家庭でも、もし、平和になりたい方、親と喧嘩ばっかりしてる人、家族と喧嘩ばっかりしてる人、それは罪が原因だよっていうことですね。今日のメッセージで、自分の心から敵とか悪意を取ってほしい人、ね、憎しみを取ってほしい人、アメンと言ってください。その人生が重い原因である、人生が苦しい原因である、その罪を取ってほしい人、イエス様に取ってほしい人、アメンと言ってください。イエス様に、平安、心を平安にしてほしい人、アメン、アメン。イエス様に平安にしてほしい人、チャンスですよ皆さん、チャンス。憎しみや敵を全て取ってください。これしかないんです。人間の救いはこれしかない、日本の救いはこれしかないんです。皆さんの救いはこれしかないんです。皆さんの救いはこれしかないのです。イエス様に救われるしか方法はないです。他にはないんです。他には救われる方法はないんです。アメン、アメン、素晴らしい、アメン。それじゃあアメンと言った方はこう言ってください。イエス様、敵悪意を取ってください、敵悪意を取ってください、悔い改めます、悔い改めます、悔い改めます。心を平安にしてください、心を平安にしてください。あなたを信じます、あなたを信じます、イエス様、あなたを信じます。アメン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 。私祈ります。天の父様。多くの人は罪を持って争います。罪を持って喧嘩をします。個人の争いも。また、国の争いも同じです。イエス様どうぞ、今アメンと言った方々の心の悪意、敵意がなくなりますように。悪意、敵意がなくなって平安が来ますように。平安が来ますように。
日本人と韓国人と中国人の人たちの心からあなたが敵意を取ってくださり、悪意を取ってください。憎み合うのではなくて愛し合う国となりますように。日本、韓国、中国が憎み合う国、争う国ではなくて愛し合って協力し合う国となりますように。平和がありますように。日韓中に平和がありますように。日韓中に平和がありますように。サタンに騙されて争うことがないように。サタンに騙されて戦争することがないように。平和がありますように。平和がありますように。平和がありますように。まず人々の心がイエス・キリストにあって平和となりますように。心が平和となりますように。心が平和となりますように。今アーメンと言った方々の心が許されて平和となりますように。平和となりますように。イエス様どうぞ日本の政治家を導いて、日本の政治家を導いて平和な日本となりますように。正しい政治ができるように助けてください。戦争しない政治ができますように。戦争しない政治ができますように。日本を救ってください。イエス様、日本人を救ってください。日本を救ってください。多くの日本人が自分の罪に気がついて、自分の罪に気がついて悔い改めてあなたを信じるようになりますように。イエス様を信じるようになりますように。導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 ハレルヤ、アーメン、アーメン。皆さん、日本がどうなればいいかだんだん分かってきたでしょ。日本のリバイバルはどういうことなのかだんだん分かってきましたよね。日本が何を悔い改め、日本がどうなればいいのか分かってきましたよね。そして見えてきましたよね。多くの人の心が変わることです。いや、変えられることですね。多くの人の心がイエス様によって変えられること、これが、大事なことなんだということ。そのためにはまず皆さんが悔い改めてイエス様を信じることが大事なんだ。まずそれを知った者が、聞いた者がそれを実行することが大事だということですね。私たちは幸せです。毎晩のようにこのようにイエス様の教えを学べることは幸せです。皆さん本当に、そう思ってください。私たちはイエス様を知ったことはすごいことなんです。毎晩学べることはすごいことなんです。本当に、一番大事なことをしているのです。一番大事なことをしているのです。私たちはイエス様から学ぶこと、これが一番大事なことなんです。なぜ大事ですか？学ぶことによって本当に正しくなれるからです。学ぶことによって祝福されるからです。学ぶことによって私たちは本当に良い行いができるからです。ぜひ皆さんこれからもイエス様を学び続けてください。イエス様の御言葉を学んでください。それが皆さんの人生を素晴らしいものにします。皆さんの人生が、ね、嵐が来ても、壊れない、しっかりとした土台の上に人生を築くことができるのです。私たちの土台はイエス様です。私たちの土台はイエス・キリストの言葉です。そのしっかりとした、土台、天地が滅んでも滅びないイエス様の言葉に土台を置きましょう。ありがとうございました。それではまた。